県内は明日の明け方にかけて非常に激しい雨が降るところがある見込みです。気象台では土砂災害などへの警戒を呼びかけています。前線や上空の寒気の影響で広い範囲で雨となっていて、降り始めからの雨量は森町三倉で151ミリなどとなっています。現在遠州南、中部南に大雨警報が出されています。静岡地方気象台は明日にかけて多いところで1時間に60ミリの雨が降ると予想。明日夕方6時までの24時間雨量は多いところで150ミリに達すると見ています。気象台は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水への警戒を呼びかけています。